はい、こんにちは、えー、今日はですね、えー、関西会館の農学、まあ、堂ですよね、農学堂の見え方調査というのをしてきました。農、え、学、ーまあえー、堂で脳を見る場合、まあ、大体こう座席の配列で、えーまあ、チケットの例えばお値段が変わってきたりとかするんですけれども、そのえー、実際見え方っていうのは一体どうなるのかっていうのは <laughs> 行ってみないと分かり、わからないと思うんですよね。で、えー、まあちょっと写真に撮ってきましたので、これを画面共有しながら見ていきたいなと思います。はい、えー、まずですね、えー、1階、今日これは京都の関税会館なんですけれども、1階の一番前の席。 から見たときに、えー、一体どれくらいの、おまあもちろんこれは、あの、写真で撮りましたんで、えー、少し人間が見るより、圧倒的に画角は狭いんですけれども、えー、こんな感じで見えてます。ですので、ここにまあ人、えー、てが立ったりとか、脇がここに座ったりとかしますんで、えー、少し下からこう、青着見ると言いますかね、えー、大体人が立つとこれくらいの大きさになると思いますんで、仰ぎ見るような、 な感じで見えてくるかなと思いますえちなみにですね、えー、ここに敷いてあるのは盲線でして、これはおそらく申し合わせか何かの、あのーえー、準備やと思うんですけれども、これが表紙板と言いまして、大鼓は、あのー、毎回こう音を鳴らすためにですね、皮をほうじるわけなんですよね。ほうじ台っていう炭火で皮、あのー、をほうじてカン,カンに乾燥させます。でえー、それで 打ちますんで、耐久力と言いますかね、えー、耐久性が非常にいい低いので、えー、もうすぐにダメになってしまうんです。ですので、えー、こういう申し合わせの時は表紙板、こういう木の塊ですよね。これに針扇っていうもので、えー、打って音を鳴らすというのが、えー、基本ですので、こんなものが置いてあります。で、えーまあ、これが1回の見え方になります。 えっと、これがですね、1階の奥の一番前。えー、正面から見た、1階の正面の一番前から見たら映画、こう、この辺から見ていたわけですけれども、それが奥、一番奥から見ていくと、えー、このマクなんかしっかり見えますよね。ただし、この、ここに座られたこう脇なんか、 かはちょっと柱の影になる。えー、柱の影になるんですけれども、脇っていうのが、えー、いわゆるお客さんの代表者でもあるわけですよね。えー、無限ので、えー、脇のお坊さんの夢うつつの中に、えー、幽霊が現れる。で、あなたは何者ですかとかっていうのは、この脇の人が、えー、まあ、見ているお客さんの代表者として喋っておりますので、えー、ある意味臨場感を持って見れるかなと思います。 この1階の一番奥です。えー、後でまた、えー、座席図を見てもらおうかなと思うんですけれども、えー、一番奥から見るとこういうふうに見えます。ですので、えー、ここからでしたらこの 幕が上がった瞬間に、してがこう出てくるのが一番見える場所ですよね。えー、その代わりうん、例えばこの脇がここに座ってられたらちょっと影になるとか、えー、そういうふうな、えーまあ、デメリットもあります。ただ、えー こいつ、一番問題になってくるのは、この墨の柱なんですよね。えー、墨の柱が、まあ一番邪魔をしているって言ったら変ですけれども、見えるところを遮ってきますので、えー、例えばこの、ま、あの、橋がかり、二の松あたりで何か演技するときにはちょっと見えにくかったりとか、えー、する場合があるかと思います。次に、えー、まあ、 僕ら三角形のところ、三角形のところって言ってるんですけれども、えー、中上面というふうに言っております。ここからですと、結局、えー、全体を非常に見渡しやすくなるんですけれども、あごめんなさい。い全体がこう非常に見えやすくなります。ただし、先ほどもありました、この墨の柱、これが非常に問題になってくると。 おいうことです。えー、まあ、ここの、席のデメリットとしては、ここの、この墨の柱。しかし、メリットとしては、これ全体に、非常に見渡しやすくなります。で、えー、次に、その、中上面の脇章より、少しこう、位置を変えたところから見ると、えー、より、まあ、ああのー、少しこちらの橋がかりがよく見えるようになってくるわけですよね。えー、この、 指定が大体これ上座っていうここに立ちますので、これをこの柱越しに見るというような感じで見る、見ることになるかと思います。まあ、ここら辺が1階の見え方です。1階はむねこのような感じですね。下から見る、1列目、2列目の席からすると、 だいたい舞台の下から見るような形になりますから、見上げるような感じになります。えー、こんな風な見え方がしております。で、続いてここがですね、えー、京都関西会館の、まあ、魅力の一つでもあるんですけど、2階席っていうのがあるんですよね。2階から見るっていうのが、まあ、あんまりいい機会がないかもしれません、えー。かなり上から見る、見、見下ろす形で見ていきます。えー、ここは2階の正面から見た図です。えーまあ、全体にもしっかり見えますし、えー この、上から見ておりますので、一体こう役者が、えー、どんな風なあ、まあ、動きといいますか、えー、雰囲気ですよね、えー、をしているのかがはっきり見えてきます。ただし、先ほどお見ておりました、このお下から見上げる形ではなくて上からですので、ちょっとね、能面とかが、えーまあ、若干見にくくなるかなとも思います。えー、これが、えー、2階の脇正面。 横から見た感じですよね。そうすると、ま、言ったら自由体、ここ自由体図なんですけど、自由体がもうダイレクトに見られるわけですよね。えー、正直僕らこの辺で座ってますと、あのー、非常に恥ずかしいです。えー、見られてる感が非常にあります。えー、どんな風なことを、どんな動きをしてるかまで全部見えてしまう位置でもあります。 で、えー、これが中正面。先ほどの三角形のところの上から見たところです。ここも同じくこう全体が見えるんですけれども、こ、こっちの方がよりこの柱がね、あのー、真正面に見えてきますんで、ちょっと邪魔かなという気がしております。こんな風に、えー、能楽堂を見る位置でだいぶ変わってきます。で、えー、まあ、 正面から見るっていうのがまあ一番定番ではあるんですけれども、お正面から以外にもこう見,見え方が分かっていると、例えば、より何回も見たことある人なんかでしたら、ここで、ね、この端がかりで演技する場合が多い曲とかってるあるんですよね。そうすると、えー、ここが見,え見たいので、逆に こっち側から見るとちょっと邪魔に、この柱が邪魔になったりとかするので、この脇小側から見たりとかするのもいいかと思います。あるいは、この上からでしたよね、えー、チャンバラ、まあ、10人ぐらいがですね、こちら側に立ち並びまして、 ね、えー、またこっち側からこ攻めていくと、両サイドからこう、ここら辺でこう、チャンバラをするわけですよね。そういう時なんかはもう非常にこの上から見下ろすと、まあ面白いと言いますか、えー、全体が見えますので、非常に迫力のあるのが見えるかなと思います。 で、えー、と、まあ、あの、先ほどちょっと言っておりました、このか京都関税会館の席割りなんですけれども、えー、先ほどちょっと見ていただいたところは、正面の前って言ったのは大体この辺です。この辺から見た感じです。で、奥って言ったのがここら辺ですよね。前、前がここと、この辺から見たのと、この一番奥、ここから見たのです。で、えー、正面の奥って言ったのはここからの目線ですね。で、中正面ってのはここと、ここです。 で、えー、2階の脇正面がここ、中正面がここ、正面がここと。うん、そんな風になっております。えー、見え方の違いが、えー、分かっていれ,いれば、えー、例えばあえてこの正面を外してここから見たいとかっていうこともできますので、えー、面白い見方ができるかなと思います。ちなみに京都関税会館はここにあります通り、えー、452人というのがですね、あのー、 マックスの数になるわけですよね。えー、補助席がなかった場合は、1階席が337、2階席115と、で、両方合わせて452人が、えー、まあ、えー、お客さんの席数になります。えー、ですので、今でしたらこれ半分ぐらい、200少しで、えー、あのー、工業しておりますので、えー、先ほどの写真にありました通り、 バツがこう打ってありまして、ここには座りませんよという、まあ、いわゆるディスタンスを守りながらやっていくというふうな形をしております。はい、今回ですね、こんなふうに、能楽堂の見え方っていうものをお伝えしてみました。能楽堂を来られる機会ありましたら、まあ ここが一番いいと思う席に座っていただいたらいいんですけれども、ここからの見方っていうのはこういうふうな横、前、真正面からでしたらこういう感じ、横からだったらこんな風に見えてるというのを分かった上で、えー、席を選んでいただけたら、えー、よりまあ充実した舞台が見ていただけることになるかなと思いますので、ちょっと参考にしていただけたらと思います。以上です。ありがとうございました。